はいどうもイケメンですはいえ影、ー、梨です今回はですね私なんとね25歳になっちゃいましたよ25歳になってしまいましたやっばやべ俺25歳やってやばくねもう30やアラサーの領域に片足踏み入れてるやんやっばやばいねうん いやーね、あのなんでこういう動画撮ろうかなってことを、ね、説明すると、まあ、俺結構いろんな SNS やってて TikTok インスタ公式 LINEXX、まあまあ、はもうほぼやってないんやけど、まあ、YouTube とかやってて、まあ、何がね一番思い入れあるかっていうと圧倒的に YouTube なんよ、うん、で記録として残しとこうかなと思ってさ、まあ、どの SNS も記録として残せるわけやんかなんか過去の投稿とかもさ振り返ったりできるやんか そう。で、どれかに残そうと思って考えた結果が YouTube なんよね。うん。そうだからね、YouTube にね、記録として残していこうかなと思ってさ。そうなの。だからね、記録として残るから、この動画もね、いずれ、まあ俺が30とかなった時に、あ、こいつ25歳なった時こんな動画撮ったんやなって振り返れるわけやんか。そうなの。まあ現にね、その、俺のこのチャンネルね、まあ2年も経ってないかな。まあ1年半ぐらい前始めて、まあ当時23歳とかやったよね。 うん。だから23歳の時の俺をね、古い順からしたら見れるわけないよ。めちゃくちゃ若いよね。やばいね。いや、なんか感慨深いな。もう25か、俺。うん。夢なんか追ってる場合じゃないけど、まあ追いつきますよ、俺は。うん。まあ、今はね、あの、働きながら YouTube とかやってて、まあ休日とかさ、仕事終わってから動画撮ったりしてるんやけど、まあ、あの、かなりね、忙しいっすよね。まあでも忙しいんすけど、それでもね、YouTube のおかげで楽しく、 人生充実しますよ。うん。やはりは皆さんのね、支援があるおかげで、こうしてね、はい、隙間時間に充実,充実した活動をできてますからね。はい。まあ、あの、この動画で何をね、な何をしたいねんって話はねんけど、まあ、ただあの、祝ってほしいとか、おめでとうとか、そんなの言ってほしいんじゃないんですよ。さっきも言いましたけど、まあ、記録としてね、残しとこうと思って。今のこの25歳の架け橋がいるじゃないですか。 で、この動画で残って、で、数年後にね、住み返した時に、あ、こいつ、この時はこんなんやったやな、って。もっとね、成長して、した俺が、見返した時に、なんかね、こんな時代もあったよな、みたいな、振り返れたらいいなと思って、動画を撮っております。はい。で、あとね、もう一個ね、ちょっと報告がありましてですね、私にね、マネージャーがついてるんですよ、今。うん。 まあ,あのちょっとコアなファンやったら分かると思うんですけど、まあ、俺のねインスタ見てる方やったらちょっと分かってるかもしれないんですけど俺インスタのアカウント2個あってそのねこの架け橋のチャンネルともう1個ね YouTube 公開通知アカウントみたいなのがあってそのね公開通知アカウントをマネージャーの方に任してるんですようんそうなよねだからどんなマネージャーかっていうとねもうかなり優秀な方でまだ編集とかやったことのない方なんですけどちょっとね ちょっと教えたらすぐ飲み込んでしまう人なんで、これからね、はい、マネージャーにそういうとこは任せようかなって思ってますね。はい。まあ、あの、カメラマンとかもよくお願いしてて、まあ、最近ちょっと気づいてる方もいると思うんですけど、なんか最近ね、カメラ持ってもらってて、はい、まあ、そのね、カメラ持ってる人、どんな人やろうみたいなコメントをたまにいただくんですけどね。うん。まあ、そういったところですね。まあ、カメラマン他にもまあ、いるんですけど、あの、旅ウォッチっていう、 春平ってやつのね、超人気 YouTuber のね、俺の仲いい友達なんですけど、そ、そいつにもカメラをね、お願いしながらやっていきたいと思います。はい。まあね、25歳、まあ頑張りますよ、今年も。うん。まあまだね、正直25ってもうかなりやばい年齢ではあるやんか、うん。まあもう30なるわけやしさ。まあ、って言っても一応20代やから、 今頑張る、今なんかしんどいことをし,したら、その30代の人生が、ね、より豊かになると思ってるんで、そうです20代、苦しい思いしつつ、今後を、ね、活動につなげていければいいなと思っております。はい、まだまだね、その25歳やったら、正直さ、何やろ、その30代でやっててもなんか痛いって思われることでも、25歳やったらまだ許される年齢ではあると思うね、うん。くさいねんな だからその、30代のおっさんがなんか変な意味分からんこと言うとっても、なんか20代の人が同じこと言うとったら、なんかまあ聞けるわけやんか。だからまだまだね、駆け足、はい、キングになります。はい。もっとね、爆発して頑張っていこうと思うんで。あとね、地元にもたくさん貢献したいなと思っております。伊丹市もうちょい盛り上げていきたいなと思ってるんで、まだまだね、俺の力があればもっといけると思うんですよ。うん。 そうっすね、で25歳、影け足、これからもね頑張っていきたいと思います。はい、ちょっと忙しいんですけど全然ね未来のためだと思って、毎日ね自分史自を最高を目指して、ね、頑張っていきます。マネージャーと一緒にね頑張っていこうと思うんで、はいじゃあみんなねこれからもこんな俺をよろしくということでね、みんなついてきてください、これからも俺にね。うん、じゃあババイバイ